で、よく100円ショップに買いました。安くて、もう種類もいろいろあります。かわいいやつも買えるんです。お皿とかお箸とかフォークとかお茶碗とか結構買えるんですよ。何でもすごいありますよ。すごい日本で100円ショップある、本当にありがたいです。食料品で大体食べ物ですか？そうだね、食料品っていうのは食べ物、普段。私は大体スーパー、あとは八百屋。なんかちょっと、例えば私たちの国ですと、スーパーと普通の市場があります。うん、市場って多分日本ですと、多分ちょっと難しいですね。みんなが分かるように、市場は大体私の国ですと、なんか一日中物を売ってる市場もあるし、朝だけとか夜だけとかの市場もあります。市場では大体食料品も日用品も服も何でも売ってます。で、スーパーとはちょっと違います。で、大体冷蔵庫とかなんとかなしで普通に日用品を売ってる場所です。マーケットみたいですか？そう、マーケットです。うちでスーパーはあんまり都会のところだけですけど、うちはなんか田舎のところで住んでいるので、よく一番というかマーケットみたいマーケットのところに通っていたんですが、買い物も買いやすいですね。そうです。いや、安いものもあります、スーパーと比べては。そうです。で、あとは日本ではなんか市場とは多分日本ではないと思いますけど、日本ではどこでも商店街があります。なんか市場と商店街は違いますけど、まあ似てるとは思います。で、大体日本の商店街にはスーパーもあります。あと八百屋さんもあります。八百屋は大体野菜とか果物とかを売ってるお店です。そう。日本で100円ショップのものより質が良くて値段も安いドン・キホーテというお店、私はよく行きます。昨日も行きました。昨日行きました。そう、母国お友達が安いもの行ってます、そう、友達がお正月に帰って、で、ちょっとお土産が買いたいので、なんかドン・キホーテが一番いいところと紹介しました。何でも売れますね、安い。そう